ました。ありがとうございました。今回ですね、また海外日本語教育学会の2022年度第2回の研究例会を始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私が進行を担当いたします。例会の近藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の流れでございますが、予定の通りこのように考えております。4時から4時50分まで、ミャンマーの日本語教育、主にクーデター前の日本語教育についてという題で、小西さんにご発表いただく予定です。それから休憩を、10分ほどの休憩を挟みましてですね、第2部を日本語教育現場での、日本語教育現場で目の当たりにしたクーデターの影響というお題で、横山さんにお話をいただきたいと思います。質疑応答に関しましては、この後ですね、5時40分から6時までの間に行いたいと思っております。どうぞ皆さんご進行にどうぞよろしくご協力をお願いいたします。はい。それからですね、ご参加にあたりまして、途中入退室は大丈夫ですので、どうぞご遠慮なくなさっていただければと思います。それから、Zoom の名前変更もご自由によろしくお願いします。なおですね、この例会についてはですね、記録をいたします。ビデオでの記録をいたしますので、顔出しが NG という方は、カメラをオフにしてご参加をよろしくお願いいたします。それからですね、ヘッドセットまたイヤホンのご使用をお願いいたします。ちょっと雑音等ですね、入りまして、もし何か支障があるようでしたら、こちらの方からミュートの方を勝手にさせていただきますので、その点はどうぞご了解願います。それからですね、発表者へのご質問はチャットでも受け付けます。発表中に随時ご入力いただければと存じます。よろしいでしょうか。はい。それではですね、早速、第1部に入らせていただきたいと思います。少し早いんですが、早速入らせていただこうかと思います。第1部のゲストをご紹介いたします。まず発表者としまして、小西弘明さん。プロフィールをご紹介いたしますと、1993年より国際交流基金派遣専門家として、アジア9カ国に勤務をされたご経験があります。で、2019年から国際交流基金ヤンゴン日本文化センターにご勤務中で、クーデターとの影響もありまして、日本に現在、国内で移植活動中というふうに伺っております。それではですね、一旦私の方の共有を外させていただきまして、この後は小西さんにお話を伺いたいと思います。小西さん、よろしいですかね。はい、大丈夫です。はい。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様、こんにちは。はじめまして。国際交流基金の、ヤンゴン日本文化センターというところに勤めております、小西と申します。今日はよろしくお願いします。これ画面共有見えてますよね。大丈夫ですよね。はい、じゃあこのまま見え続てけます、さ見せえていてたまだす。きます。はい。それで今簡単にご紹介いただいたんですけれども、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。86年から93年までは、日本国内の日本語学校で、修学生という言葉は使わないようですけど、いわゆる修学生を対象にして、日本語を教えていました。大丈夫でしょうか。なんか音が入ってますよね。近藤さん、続けても大丈夫ですか。はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあこのままいきます。それで、日本で働いている間に、91年と92年に、国際交流基金と日本語教育学会が主催していた、理論課程、実習課程というのを修了して、その後、
派遣専門家として海外に行って働くようになりました。今までアジア9カ国ではなくて8カ国ですね。8カ国で、日本語教育に従事してまいりました。アジアだけです、実は。ヨーロッパとかアメリカの方には行ったことがなくて、アジアだけでずっと、今まで勤務しておりました。で、2019年にミャンマーに着任したんですが、半年後ぐらいに一度コロナのために一時帰国しました。ただ、一時帰国したんですが、あまりミャンマーではコロナが蔓延しなかったということで、9月に再派遣したんですが、その後、21年の2月にですね、クーデターが起きて、4月に一時帰国して、もうそれからをずっと日本国内で、ミャンマーのことをやっているという、オンラインでの業務というふうになっています。この黄色いところが今まで、国際交流基金の専門家として赴任したところです。で、現在今この青いところがミャンマーなんですが、今一応まだここに在籍中ということで働かせていただいて、今のだとちょっと分かりにくいと思ったので、写真っていうのをしました。この辺にミャンマーがあります。あまり多分馴染みがない、ご存知がない方も多いと思うので、ちょっとこの辺からゆっくりミャンマーのお話もしていきたいと思うんですが、ちょっとこんな感じです。ここに、ミャンマーという国があって、これタイです。タイとラオスと中国と、あとこの辺がインドになるんですが、インドの北東、ですね、あとここだけ少しバングラデシュとも接しています。これアジア全体をもうちょっと大きくした図なんですけれども、外務省なんかの、分け方だとこの辺が中央アジアということになっています。で、東アジアですね。で、東南アジアがあって、南アジアがあります。で、何を言いたいかというと、もちろんミャンマーは東南アジアの各国なわけですけれども、東南アジアの中でも東アジアと南アジアに接している唯一の国なんですね。東南アジア10カ国でしょうか、あると思うんですが、その中でも東アジア、南アジア両方に接している唯一の国がミャンマーだということは、気づくべきことなのかなというふうに考えています。でもう一度これ、ミャンマーがこの中国、インドという、まあ、二大大国ですよね。大国と接しています。まあ、他にもラオスとかタイとかいろいろな国と接していて、で、ということは何が言いたいかというと、結論として、すごい単純です。まあ、いろんな人がいますよということ。それだけなんですけれども、もちろん大多数を占めるのは、いわゆるビルマ族と呼ばれている方々で、人口5400万人。これなんか先日、今年の10月1日のデータとして、5580万人というのがつい最近発表になりました。ですから2019年よりはもうちょっと増えていますね。5580万人というデータが10月1日付で出たようでした。その中の、7割はビルマ族。3700万人ほどがビルマ族の方々です。ただこのビルマ族以外に、政府の公式の発表で、全部で135の少数民族がいるというふうに言われています。小さな面積の国の中に135の少数民族ということだから、これはかなり多いのかなと思います。例えば隣の中国。もちろん大きな国ですけれども、漢民族と少数民族が55あるというふうに言われていると思います。インドの民族の数をちょっと調べてみたんですけど、よくわかりませんでした。なんか言語は22あるとか、いや800以上言語あるんだよみたいな資料もありましたけれども、まあ、こういう中国とかインドと比べても、
ビルマという国の面積から考えて、この135という少数民族は、で、これちなみにミャンマーの朝ごはんというふうに検索したら出てきたんですけども、これ、中国でよく食べるヨーティアウというやつですよね。あと、インドのサモサだったり、この辺は何でしょう、マントなんでしょうかね。で、肉まんっぽいものもあるし、あとこれ、ミャンマーでよく食べられているモヒンガーという、麺料理ですよね。ですから、朝ごはんだけ見ても、こうやって、中国、インド、ミャンマー、この辺多分ネパールとか、ブータンでもありましたね。いろいろなところで食べられていると思うんですけども。で、その134の少数民族の方々っていうのは、多くはその国境周辺、インド国境、中国国周辺の国境に住んでいて、で、これ、もともと、その、去年の2月のクーデターがある以前から、国土の大体3分の1ぐらいは実効支配していたんです。ですから今、つまり何でしょうね。最近揉め出したということではなくて、クーデター以前からもともと国の3分の1ほどは、管理しきれてなかったということですよね。これは当然、歴史的な背景があって、イギリスから独立した頃から始まって、その頃にその135が、じゃあ135でこの一つの国ねというふうになったと思うんですけれども、で、その時点で、じゃあみんな仲良くというふうに、ミャンマーのこれ連邦共和国なんですね。ですから、ビルマという一つの国ではなくて、ミャンマー連邦共和国というふうな、少数民族みんな仲良くねというふうな概念がもともとあったとは思うんですが、実際はおそらくビルマ族の仏教徒の国というふうなイメージで皆さん考えていらっしゃるのではないかなというふうに思っています。これ、実際その少数民族の方々がどの辺を武力で占領していたのか、ということで、この色がついているところが少数民族の支配下に置かれている。このクーデター以前からですね。クーデター以前からこの辺は少数民族の支配下に置かれていたそうです。で、国境周辺に少数民族の方がいて、武力で制圧しているということになると、当然、ミャンマー軍の力も強くなってきます。例えば、国境を守るため、民族をまとめるためというふうに考えて、ミャンマーの軍がだんだん力を持ってくる要因というのが、この辺にもできているのかなと思います。ただ、もちろんそれだけではなくて、もともと歴史的な要因として、軍人が政治家になるということが行われていました。で、クーデター以前から軍が圧倒的な力を持っていて、その力というのは武力だったりするんですが、ただ武力だけではなくて、経済的にも大きな力をもともと軍関係者、いわゆる軍閥ですよね、が大きな経済力を持っていました。この辺考えると、どうしてというふうにやっぱり思う方も多いと思うんですが、考えてみると日本でもちょっと昔、何年か昔までは軍人が総理大臣、政治家になるということが普通に行われていた。もちろんタイも今でもそうですよね。ですからそれを考えると、今のミャンマーの状態というのもそんなに不自然な、理解しにくい状態ではないのかなというふうに考えています。この辺時間がなくなりそうなので飛ばして、ざっくり戦後、今までで3回ぐらいクーデターがありました。で、特に最近に注目してほしいんですが、この辺から、戦後からずっと軍が、政治を握っていたんですが、2007年ぐらいから、軍の人による民主化が始まりました。軍人側の人が、じゃあ民主化しようぜと言って、一回2010年に総選挙があったんですが、この時もこれ、軍による民政です。
軍の人が政権を握って、じゃあ民主主義にしようやと言って、2010年から15年までは、まあ、民政なんですが、軍部による民政でした。ただ、2015年の総選挙で、アウン・サン・スー・チーさんたちの政党が勝って、ここからは軍部ではない、本当に民政による政治が行われていたんですけれども、で、その後はまた、クーデターになってしまったということです。すみません。ちょっと話がこの辺まで長くなっちゃったんですが、日本語の話をここから予定より遅れているのでしたいと思います。ミャンマーの日本語教育の話です。で今ご覧いただいているのは、国際交流基金が3年に一度行っている、日本語教育機関調査というものの2018年のデータです。で、これを見ると、ミャンマーには学校数、機関数として411校あって、先生方が1593人いて、日本語を勉強している人は、だいたい3万5600人いるというデータが出ています。どうなんでしょう、この機関数400、学習者数3万5000というのは、日本語教育が、なんでしょう、盛んだと言えるんでしょうか。あまり大したことないでしょうかね。というのを見たいと思って、ちょっと調べてみました。これは同じ2018年調査の、学習者の上位順に並べたものです。学生の数が多い方から順番になっているということですよね。でこの2018年調査というのは、まあ、世界の197カ国の中で、142カ国で調査をしたそうです。ですから、これはミャンマーに関して言えば、142の国の中で上から12番目に学習者がいるという。そう考えると結構多いというか盛んなのかなという気もしますよ。142カ国中12番目。まあ、ほとんどが、半分が東南アジアですね。上位12カ国を見てみますと、6カ国は東南アジアです。東アジアの中国、台湾、韓国なんかがあって、あと南アジアのインドがある。ということで、まあ、2018年に関しては、ミャンマーは大体世界の上位にあるということですね。で次に、じゃあ、いつからこんなに盛んになっているか、前からこんなに勉強してたのと思って、その前 の調査データです、これ。2015年の調査データも見てみました。2015年だと、学校の数が132、教師の数が524というような数字が出ています。でさっきの2018年データをもう一回出してみますね。例えば、機関数に関して言えば、2015年には132校、学校があったのが、3年後には411。教師の数は、524人だったのが1593人。まあ、大体3倍ぐらいに増えているというふうに言えるのかなと思います。特に注目していただきたいのが、この学校教育以外というところです。広いところは2018年の学校教育以外のデータなんですが、2015年に128校あったものが、2018年には405校に増えています。学校教育以外で勉強している人は、2015年には、1539人だったのが33000人。で、もともとこの2015年よく見ていただくとお分かりだと思うんですが、実は学期間数として高等主専攻、これはヤンゴン外国語大学とマンダレー外国語大学という2つの大学です。この2つの大学以外はもう民間しかなかったということなんですけどね。この民間も2015年から2018年に関してかなり増えています。で、どのくらいの比率を占めているかというと、この学校教育以外というところは、
全体の 98%、教師パーセント、学習者数も 95% ということで、つまりミャンマーの日本語教育というのは、ヤンゴン外国語大学、マンダレ外国語大学という、ほぼほぼ民間の日本語学校、これ学校教育以外というのは、基金の表記の仕方でいわゆる民間の日本語学校なんですが、ほとんどをこの民間の日本語学校が占めていると言っていいと思います。で、ここからその民間の、機関、民間の日本語学校の話をしたいんですが、今見ていただいたように、特にこの近年、民間教育機関が増えた、激増したということは言えると思います。で、じゃあ、ミャンマーの民間の日本語教育機関って、どんなものなんですか、どんなんということで、一つは教師数で機関数を割ってみました。つまり、一つの学校に何人ぐらい先生がいますかというデータになると思います。で、先ほど12カ国ありましたけれども、上位12カ国の中で、特に東南アジアの6つの国だけをちょっと調べてみました。これを見ると、例えばインドネシアだと1つの学校に 5.4 人の先生がいるということになります。で、ベトナムだと1つの学校に先生が10人いるというようなデータになりますね。で、ミャンマーなんですが、1つの学校にだいたい 3.7 人です。単純に言うことはできないんですが、おそらく小規模の学校、マンモス校、学生が何百人もいるようなマンモス校ではなくて、先生が 3.7 人ぐらいしかいない小さい学校、小さい規模の学校が多いのかなというふうには言えると思います。あともう一つ、学習者数で教室を割ってみて、一人の先生が何人の学生を教えていますかというふうな数字になると思うんですが、これは、アジア6カ国、東南アジア6カ国の中で、アプリミャンマーが際立った特徴というのは見受けられないのかなと思います。はい、では次に行きます。で、じゃあ、そういった小規模校が多いミャンマーの民間学校で、誰が勉強しているんだろうということで、この数年間の、JLPT 日本語能力試験の申し込み者数を調べてみました。で、2017年からずっと見ていってるんですが、実は2017年は年2回ある試験の中で、1回目はマンダレーだけで、ヤンゴンではやってません。で、2回目はヤンゴンだけでやって、マンダレーでは実施していません。で、2018年以降は、ヤンゴン、マンダレという2つの大きな都市で、毎年同時に実施しています。で、これで数字を見ていっていただきたいんですが、例えば2017年は2万1000人、18年は3万7000、19年は6万8000というかなりの勢いで増えていっています。ただ2020年は、最初はコロナで中止になって、12月もコロナですよね。で、2021年はデータがありましたので、そこで中止に、実は3回続けて中止になっています。N3、N4 だけで実施しました。から当然人数はかなり少なくなっています。で、2022年はまだ公表されていないので、ここには書いてありませんが、実は5万人を超えています。で、やはりかなりまだ JLPT の、申し込み希望、受験希望者は多いのかなという印象があります。特に2019年をもう一度見ていただきたい。2019年の N4、N5 レベルの、申し込み者数は、これ実は世界で一番多いという数字になっています。
でも、学習者数だけを考えると、当然中国、韓国、オーストラリアなんかはもう群を見ていますよね。ただ、見てみると、これ、東アジアの、2019年の12月の試験の東アジアの合計です。中国、韓国、台湾、香港あたり全部含めた合計なんですが、実は N4、N5 というのはあまり受験者数がいないんですよね。多分先生方実感としてお分かりだと思うんですけど、やはり中国の学習者、韓国の学習者はあんまり下の方のレベルはもともと受験しない。N4、N5 を受ける中国人、韓国の方というのは少ないのかなというふうに思います。ただ、ミャンマーの場合、この N4、N5 希望者が非常に多いということですね。で実は私、ミャンマーの前、前任でインドにいたので、インドもなんか N4、N5 は多いというイメージがあったので、ここに載せてみたんですが、それでもやはりミャンマーと比べると随分違うなという気がします。でじゃあどうしてこんな風に N4、N5 を受験する方が多いのかということは、ミャンマー国内の要因として考えられるのは、まあ、インドの時も言われていたんですけど、国民性なのかなということですね。これ何かを勉強したら、なんて言うんでしょう、成果を求めるというか、成果の証明を求める。3ヶ月勉強したんだったら、それに見合う証明書が欲しいというような考え方があるのかなという、これはただ私の想像です。これもインドではよく言われてたんですが、N5 取った人がもうすぐ N5 の学生に教える、ゼロ初級の学生に教えるというような形ですね。で、N4 取った人は、N5 と N4 の学生に教える。ということで、つまり N5 という証明書があると仕事になる、商売になるという考え方があるのかなと思います。あともう一つの要点としては、N5 では実際は働けないと思うんですけれども、日系企業の進出が著しいということですね。例えば、商工会議所の会員数は140人ありました。これ、今年の夏の時点ですね。他にも、在留邦人。これはクーデター前です。3500人ぐらいいたということですね。で、他にも短期出張者、観光客というような方々が大勢入ってきて、日本語があまり上手ではないレベルでも、とりあえず証明書を持っていると、何か仕事があるのかなという気がしました。出荷が始まったのが、この辺、2010年ぐらいです。5年に一度、ミャンマーは選挙がありますので、2010年、15年ですね。この直近5年、10年ぐらいは、アン・サン・スー・チーさんの率いる政党が、政治に伴って、どんどん企業が増えていっているという。同じように、これちょっと古いんですが、観光客の数も、3倍以上というふうなスピードで増えている。これ陸路による入国を除いた数字ということでしたので、タイはもちろんミャンマーと地続きですから、実際はタイから陸路で来ているミャンマーの方、タイの観光客の方はもっともっと多いのかなと思います。日本の観光客もかなりの勢いで増えていってますよね。でこういった要因があって、民間の日本語教育機関が増え、民間の日本語教育機関の中でも N4、N5 レベルの学生が増えていってる要因ではないかなと思います。あともう一つ、ミャンマー国外の要因として、N4、N5 を取って日本に行く人が増えたんじゃないかなということです。
訪日就労希望者と書きましたけれども、例えば技能実習は、N4 日本語能力証明として訪日している人が多いのかなという気がします。で、じゃあ日本には実際ミャンマーの方がどのくらいいるんですか？で、行った人、日本に来ているミャンマーの人はみんな何しているんですか？ということで、次のデータです。年度ごとに取ってあります。ちょっと比較するために、10年ほど前、2013年も載せてみました。例えば、2013年の12月時点で日本国内にいるミャンマーの方の総数は8600人だったんですが、2021年の12月時点では37,246人のミャンマーの方が日本国内にいるということですね。で、上の方に書いてあるのは、いわゆる擬人国だったり、特定技能、技能実習というふうなビザの種類になります。で、例えば、留学生なんかを見てみますと、2020年はやはりコロナで激減していますよね。この前はだいたい5400人ぐらい、2019年には5400人ぐらいの留学生がミャンマーから日本に来ていたというふうに言います。で、じゃあ2021年ですね。2021年で実際どんなビザで来ている人が多いのかというのがこの数字です。技能実習、擬人国、留学、永住、定住というふうにやって、ちょっとこの特定活動って何をと思って、活動の中には、難民認定手続き中という方が随分含まれています。これも含めて特定活動の合計が6920人ということですね。まあ、でも実はこの永住、定住の中にも難民の方が随分いらっしゃるんですね。で、特にそれに加えて、この特定活動という範疇のビザ、今現在難民申請をしている方が随分いらっしゃるということです。で、2021年に、案が出てますか？切り替わりましたか、画面。いや、まだ切り替わってないです。やっぱり切り替わらなかった。ごめんなさい。はい。じゃあ、気にしないでください。クーデターに関する措置、まあ、特別措置を出したということです。日本にいる人はそのまま残ってもいいですよ、みたいなあれですね。ごめんなさい。で、それが、去年、そのクーデターに対する措置として出された入管からの通達。まあ、今、日本にいる人はそのままビザ延長できますよ、というふうなものなんですが、それ以前からもともと日本には難民の方が入ってきていました。その話をちょこっとだけさせてください。で、また先ほどの歴史の話になりますけど、2021年、の革命の前にも、2007年に例えばサフラン革命というのがあって、日本人のカメラマンの方が亡くなりましたね。永井健二さんでしたっけ。亡くなった事件の時がこのサフラン革命です。1988年にとても大きな民主化運動があって、今よくテレビで時々インタビューに答えている人で、88年の頃にミャンマーから逃げてきたんだみたいな方が多くいらっしゃると思うんですが、その方々はこの大衆運動の時、日本にいらっしゃった方々ということになります。まあ、88年に学生だった方々なので、まあ、ちょうど私ぐらいというか50代後半ぐらいの方が多いのかなというふうに思います。で、もともと日本には難民というのは3種類いるんですね。というか3種類しかいません。で、インドシナ難民、条約難民、第三国定住難民という3つの種類の難民の方がいて、まあ、実際はこの難民と認められた方々以外に、その難民認定をしている、
難民になろうと思って申請して待っている方々というのがとてもたくさんの数いるんですが、難民として認められているのは、インドシナ難民と条約難民と第三国定住難民だけになります。でこのインドシナ難民というのは、1978年から2005年まで無事業で、実はもう事業は終わっています。ですから2005年以降、インドシナ難民として日本に入ってきている方々はいないということですね。で、合計1万1319人の方がインドシナ難民として日本に来ていて、ほとんどがこの8600人がベトナムの方々でしたということになります。で、この事業自体は終わっていて、次にもう一つ、永住難民という方々がいらっしゃいます。これが多分、いわゆる、なんでしょう、テレビなんかでよく日本は難民申請しない、難民認定しないよね、数が少ないよね、というふうに言われているのは、この、82年にこの難民条約に日本も加盟したんですが、それから現在まで難民として認められたのは794人だけだったんですね。で、例えば2009年を見ると認定率 0.4%、1万人以上申請して認められたのは47人だけですので、やはりとても難しいというか低い数字だと思います。ただ、今年は、8月にアフガン難民を133名受け入れています。2019年は47人だけだったんですが、今年は8月にアフガン難民だけで133名からすごい数ですよね。で、ほとんどは、アフガニスタンの大使館の現地の職員の方とその家族だそうです。で、こういう条約難民というものがあって、最後にもう一つ、第三国定住難民受け入れ事業というのがあって、これは実は今対象はミャンマーだけです。で、2010年から2014年までは、タイの難民キャンプで生活している方々の中から、毎年数家族を選んで、日本に来て、日本でも永住してもらうというプログラムですね。2015年からは、マレーシアにいる、ミャンマー人難民に変わっています。ただ、10年から14年までのタイの難民キャンプというと、その難民キャンプの中で暮らしているわけですから、例えば学校にも行っていない、仕事もしていない、たするとも生まれた時からずっと難民キャンプにいるんですよというような子供もいるし、まあ、携帯って何みたいな方なども大勢いると思うんですが、マレーシアの方は、マレーシアの町に住んでいる方々で、普通に都市生活をしている方々の中から選んで日本に来てもらっているということで、これ前半の5年間と後半の5年間は全く違う質の、ミャンマー人の方々を日本に受け入れています。で、これが第三の難民定住、第三国定住難民というもので、今実際は、194人のミャンマー人の方がすでに日本に入っているということ。で、このミャンマーの方々に対して、難民の方々に対して、じゃあ誰が日本語を教えているのかというのは、政府による、定住支援プログラムというのがあって、いわゆるこれ RHQ というところがやっているんですが、合計692時間の定住支援プログラムというのをやっています。で、その中の120時間は生活ガイダンスなんですが、日本語の授業があって、これアジャルトさんがほぼ毎年受託しているんです。で、この定住支援プログラムというのが終わると、それぞれの定住先に全国に散らばっていくわけですが、そこで地域の日本語教室に通ったりとか、無償で、日本語の教室で、日本国内でこういった、まあ、ミャンマー人だけではないですよね。難民の方々を生活しているということになります。あと、これもよく最近マスコミで出ていたので、ちょっとお伝えしたかったんですけれども、まず下の方をご覧ください。ミャンマーの軍人が日本の自衛隊とか防衛省関連施設に入って勉強しているのはけしからんみたいな
ニュースが今よくテレビでも、まあ、Facebook なんかでも出ていると思います。これ、2015年からこれまで30人、ミャンマーの軍人を日本に呼んで軍事トレーニングをしていた。もちろんその中には日本語トレーニングもあったということですね。ただこれ、批判を受けて、まあ、今いる学生は続けるけど、来年からは受け入れしないよという報道が、割と最近ありました。2015年から続いていたんですが、一旦今年で、打ち切りになるんです。それとは別に、日本の日本語の先生がミャンマーに来て、これミャンマーの軍隊の中にミャンマー国軍司令、ミャンマー国軍士官外国語学部日本語学科というのがあるんです。軍の中にそういう外国語の教室があって、ここに防衛省から委託を受けた、日本の日本語学校の先生方が来て、教えてました。これも、何年ぐらい続いたんでしょうね。私が言った2019年にはこの先生方、日本の学校から来ている先生方がいらっしゃいました。実は私、ヤンゴン外国語大学に勤めていたんですが、ヤンゴン外国語大学を出て、このミャンマー国軍士官外国語学校に入って、そこで先生をやっているというような方もいらっしゃいました。クーデター以降、軍人の、とてもひどいこと、ひどい行動というのは、もちろん日々伝わってくるんですが、クーデター以前、まあ、その、軍人が悪いというイメージはあまりなかったというか、全然なかったわけですよね。むしろエリートかなという意識もあったので、クーデター以前からやっている事業もこうやっていろいろあったということです。すみません。もうちょっと、ミャンマーの日本語教育に関してなんですが、ミャンマーの、勉強している学生たちが、どういう試験を受けられるかという、これ、ミャンマー国内での日本語試験の実施状況です。で、一つは JLPT に関しては、先ほどお話ししました。あと、JFT ベーシックなんですが、これまでに2回、実施しています。で、コロナ、クーデターで随分間が空いていたんですが、今年の10月から、まあ、まさしく今ですよね、再開されます。で、他にも、NAT テスト、トップジャパニーズ、JPET というのがすでに実施されていました。で、今現在継続されているかどうかはちょっとわかりません。少なくとも2019年時点では、この上のNAT、TOP、J、JPT というのがあって、あと、JPT というのが最近始まりました。あと、EJU は当然続いています。ですね、というのはまだ、クーデター後も続いています。そろそろ時間がなくなってくると思うんですが、私個人が国際交流基金の教育方針ということではなくてですね、私個人がこれからどうしていってほしいなと思うのは、今まで見てきていただいたことでわかると思うんですが、民間の日本語学校です。もちろんそれが悪いというわけではなくて、これからはもっと中等教育機関での実施も視野に入れていっていいのではないかなというふうに一つは思っています。これはミャンマーの多文化教育への貢献でもあるし、まあ、親日派、親日派の人材を育成できるかなということですね。あと、大学の副専攻だったり、選択科目としての日本語というのも、もうちょっと行われていいのではないかなと思っています。特に理系の学科、理系の大学で日本語を副専攻、選択科目として学んで、その理系の技術を日本で生かすというような、方向性があってもいいのかなというふうに思っています。
はい、ここからまたもうちょっと時間、残りの時間を、クーデターの話を今度はさせてください。まあ、どうしてクーデターが起きたんですかというような理由はもちろん誰にもわからないわけですけれども、広く言われているのは、スー・チーさんの政権が選挙に勝って、スー・チーさんがこれからさらに民主化を進めるということによって、今まで軍閥が持っていた既得権益が減るだろうという予測があったので、2020年の選挙で勝って2021年の2月から新しい政権が始まるはずだったんですね。で、そのタイミングでの、クーデターがあったんじゃないかなということで。で、あとは、今まで、クーデターは、今までクーデター実はずっと成功してきて、その民主化運動はずっと失敗していました。で、今度の軍事クーデターも、おそらく成功するだろう、それに対抗する民主化運動は失敗するだろうという予測を軍は持っていたんだと思います。ただ、2021年から現在に至るまで、これほど抵抗が激しくなっているのは、一つは民主主義をもう一度肌で知ってしまった人たちが大勢いるということですよね。あと、インターネットの普及。特にミャンマーは Facebook イコールインターネットですので、そのフェイスブックを活用して抵抗する人たちがいるということ。あとは、まあ、そのインターネットとも関連するんですが、もう携帯を持って生まれた世代と言われる方々ですよね。若い方々の活動、活躍が、今度のクーデターを、に激しく強く抵抗しているということです。クーデター当日です。クーデター当日はもう朝起きたらネットがつながらない、基本テレビもつかなくなっていて、で、ミリタリーコープというのは聞きました。ただ私このコープという英語が全然わからなくて、クーデターじゃなくてミリタリーコープって何だろうってのずっとわかんなくて、何の話だろうってのは考えてましたね。で、次の日ぐらいから、例えば外出禁止、集会禁止、逮捕状なしで拘束しますよというふうな情報が、まあ、会社の方から入ってきて、まあ、だから出歩くなということですよね。というような情報が入ってきてました。で、その週末に初めて大きなデモが起きて、で、12日のユニオンデーにさらに大きなデモが起きました。というようなところの写真をちょっとして終わりにしたいと思います。これ私がミャンマーで住んでいた部屋から写した写真です。まあ、外に出るなと言われているので、なるべく外には出ないと言われている部屋から、まあ、ちょっと出てた実をしているんですが、外に出て写真を撮ったりもしているんですけど、こういうのがあります。クーデターが始まって直後のデモの様子で、割と平和な時代だったんですね。これ、観光バスも見えているんですが、別に観光客を乗せてるわけではなくて、ここに大きなポスターを貼って、デモに参加している観光バスですよね。この林の向こうが、ヤンゴン大学があったり、私たちがいたヤンゴン外国語大学があったりという通りです。ですから、まあ、もともと学生が多い通りではあります。こういった形で 2月1日以降はどんどんデモに参加する人が多くなっていました。学生のパフォーマンスですね。実際にもちろんこれおもちゃのガンです。学生がこういうパフォーマンスをやっている場面もよく見かけました。こんな形のストライキングですね。で、これ7月9日の日本の新聞なんですが、ここ見てみると、ご覧いただくと分かるんですが、まあ、ヤンゴン外国語大学の先生も指名手配されています。北海道大学で、修士課程を取得した先生で、私たちがやっていた日本語教師養成講座という事業に関わっていら
くれた先生でしたので、私たちもよく仲良くしていただいたんですが、指名手配になって、なんでしょう、地下に潜ったというか、出てこなくなりました。で、28日に先ほどお見せしたようなエリア、学生が多いエリアで、初の犠牲者ですね、ヤンゴンで亡くなった方がいらっしゃいました。ここで撃たれて亡くなったということですね。これ、亡くなったの28日だったんですが、数日経つと、これ、軍が全部、その、モニュメントみたいなのを壊していって、またすぐ後で、また誰かが花を捧げるんですが、また壊してという、もうずっと繰り返しになってましたね。これだけ私が撮った写真ではなくて、NHK から持ってきたものなんですが、エンジェルさんという、ちょっと象徴的な方が亡くなりました。これを境にして、なんだろう、ヤンゴンでも今まで平和的なデモだったんですが、警察がどんどん介入してくるようになりました。でさっきまでデモ隊が大勢いたところを、こういう形で警察が抑えていくということです、ね。これだとまだ後ろの方にデモ隊の人が見えると思うんですが、警察が並んで、だんだん道路を閉鎖していってます。ね、先ほどまでデモの人がたくさんいたところを、で警察が来てというふうになって、で人々はこうやって、まあ、自分の住んでいるエリアに入らないように、バリケードを築いていくということが多くなりました。こんな形でバリケードが続いています。これ真ん中に黒い車が止まっていて、修理しているように見えるんですが、これ実際壊れているのではなくて、こういうパフォーマンスをすることによって、なんか道を塞ぐ、軍の車両が行き来するのを防ぐというパフォーマンスですね。これ、例えばここに、これ女性の、なんていう、下着って言っていいんでしょうか。女性が下に履くものなんですが、こういうのをぶら下げておくと、特に軍人のように運を気にする人は、この下を通るのを嫌がるそうで、これもですから、警察とか軍人が通らないようにという、ミャンマーなりの抵抗ですよね。こんな風にして、私は4月に戻ったんですが、その2月のクーデターから4月までは、こんなふうな活動がたくさんありました。はい。では、私の話は以上になります。で、後半、横山さんのそのクーデター以降の日本語教育の話に続くということになっています。はい。どうもありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。少しまあ時間的に、なんて言うんでしょう、余裕がありますのと、ご質問がですね、一件、これは小西さんに聞いていただいた、答えていただく性質のものなので、ちょっと先に、お答えいただける範囲で答えていただければと思うんですが、2015年のデータと2018年のデータの比較で、2018年に初等教室教育で1校、中等教育で2校、で、日本語教育が始まっているということは分かりましたと。それらは公立学校でしょうか、それとも私立の学校でしょうかと。また何がきっかけで、いわば、比較的年少の学習者向けのですね、初等中等教育で日本語教育が始まったのでしょうかというご質問です。いかがでしょう、お答えいただくこと可能でしょうか。はい、じゃあちょっともう一度画面を共有します。変ですよね。はい、はい、そうです。私の声は出てます。はい。
2019年に私が行った時も、初等学校が一つの日本語教育をやっていると聞きました。この時は私立の民間の、初等教育機関で、なんかね、日本人の人が入ってボランティアでやっているというふうな話で私は伺いました。ですから、きちんと系統立ててやっているというわけではなくて、たまたま日本の方で教えてもいいよというような方がいて、入って始めているというふうに聞いています。あと、これを見ていただくと分かると思うんですが、機関数一つの学校に先生が5人いて、学生が21人というのは、ちょっと明らかに不自然だと思います。これ、統計の取り方で、おそらく初等と中等を合わせて、の数字なのか、私もよく分かりませんでした。ただこの教室が初等に5人、中等に7人、合計12人いますよという話ではないと思います。おそらく両校合わせてというか、多分初等、中等、一貫校だったりして、一貫校を別に数字としてカウントしているのかなという気がしました。はい、やってるのはだからそのぐらいの、多分1人2人が教えているというレベルの話だと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしょう。他に何かご質問等ございませんでしょうか。はい、じゃあちょっと私の方から、そうですね、もう少し時間があるので、いかがでしょう。ミャンマーの方々といいますと、こうやっぱり今日本にいる方々ですね、難民の方々がいらっしゃるということなんですけれども、今日本にいる方で結構日本語教育で困ってらっしゃる方っていうのはいらっしゃるものなんでしょうか。ずいぶん長い歴史があるようにも思いますが、第三国定住でいらした方々は今までで、まあ、10年ぐらい、第10期ぐらいまでいて、大体一つの期、まあ、1年で 4、5 家族がいらっしゃるんですね。で、大体日本に来て定住するとき、その 4、5 家族単位で、例えば第6期の人は名古屋の方ねとか、第7期の人は静岡の方ねというふうに、国のあれで振り分けられるんですけども、その定住先で受けられる日本語教育というのは、やはりその行った地方によって、大きな差があるみたいですね。なるほど、なるほど。はい。はい、わかりました。じゃあ、やっぱり、そういうところの悩みもきっと、まあ、はい、いろいろであろうという推測が何かあると思います。はい。はい、わかりました。はい、それでは、ありがとうございました。それでは、ちょっと吉川さんのご質問はまた、後ほどということで、よろしくお願いいたします。それではですね、皆さんちょっと早いんですが、4時、今ですね、ごめんなさい、僕が間違えてました。時間の配分が間違えてましたですね。今からですので、5時10分、すいませんね、5時5分まで、お休みということで、よろしくお願いいたします。すみません、私の方がちょっと間違えておりました。はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。また小西さんどうもありがとうございました。
はい、それでは皆さん、お待たせいたしました。皆さん、またどうぞご参集願います。それでは、皆様、見えてますかね、私の方の。はい、すみません。はい、見えてます。はい、それではですね、お待たせいたしました。第2部といたしまして、これから横山さんのご発表をお願いしようと思っております。横山さんのご紹介をさせていただきます。2017年国際交流基金日本語パートナーとしてヤンゴン外国語大学にご勤務、していらっしゃいまして、その後のクーデターの下ヤンゴンで、滞在続けられたんですね。それで2022年7月まで日本語学校にご勤務をされました。そして、8月からですね、国際交流基金生活日本語コーディネーターとしてご勤務されていらっしゃるということです。で、現在はですね、国内移植ということで、日本国内からオンラインで、現地の支援に当たっていらっしゃるというふうに伺っております。それではですね、また、横山さんにお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、近藤さん、ありがとうございます。ご紹介いただきありがとうございました。じゃあちょっと私の方共有停止いたしますね。はい、お願いします。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いいたします。はい、今画面見えてますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、見えてます。はい、ありがとうございます。はい、では改めましてご紹介今いただきました、私ですね、小西先生と同じ国際交流基金ヤンゴン日本文化センターの、横山さやかと申します。よろしくお願いいたします。はい、まず、私がですね、小西先生が前にいろいろミャンマーのことを大きいミャンマーのことをお話ししてくださいましたので、私からは本当に私が実際に体験した肌感覚のですねお話になってしまいますので、皆様のお役に立つかどうかちょっと心配なんですが、このようなお話しする場を設けていただきまして感謝しております。よろしくお願いいたします。まず、私の第2部のお話としては、私がですね日本語教育の現場でですね実際に目の当たりにしたクーデターのですね影響についてお話しさせていただきたいと思います。はい、で、写真こちらは小西先生もたくさん、写真見せてくださいましたが、私も実際にですね2月の1日にクーデターがあってからこのように現地の方と一緒にですね、まあ、デモに参加したこともありました。2月中はですねかなり、まあ、平和なデモといいますか、そういったあまり危険なですね、様子もなく、まあ、どちらかというともうすぐに、まあ、クーデターが終わるんじゃないかという楽観的なそういった空気さえあるような状況でした。はい、今はですねもうこういったクーデターは一切できます、一切できないというか、本当に何て言うんでしょうか、まあ、フラッシュデモと言われているような少しこう、まあ、何も予告がなくデモをするようなことはあるんですが、こういった大きなデモをするとやはり弾圧されてしまいますので、こういったことはなく、まあ、ヤンゴンの場合ですと普通の生活を、まあ、いろいろ不便なことはありますが普通の生活を行っていられるような状況にはなっています。はい、では少しだけ私の紹介をさせていただきたく思います。はい、私がですね、2017年に、国際交流基金の日本語パートナーズという、まあ、主にですね日本事情などをですね、教えるような、立場で初めてミャンマーに行きました。その時がですね、ヤンゴン外国語大学という国立の外国語大学に勤務いたしました。はい、でその後ですね、ヤンゴンとてもミャンマーのことが好きになりまして、非常に、教師もですね、あとは、学習者もとても熱心に日本語を勉強していることにすごく感銘を受けまして、また再びですねミャンマーに戻りたいと思いまして、今度、1年後、パートナーズが終わった後は民間の日本語学校に勤務いたしました。でその時は、主に対象者が技能実習生とかあとはエンジニアの、方々に日本語を教えていました。でその後、また再びですね戻りまして、で今度は、対象者が特定技能のまた民間学校に、就職をいたしました。この時に、クーデターを体験したことになります。
で現在は残念ですが、戻って今は、日本に戻ってきまして、国際交流基金のですね、生活日本語コーディネーター、主に、特定技能をで日本に来日したい方を対象に、そうですね、国際交流基金で今の教科書、彩りという教科書を作っておりまして、その復旧ですとか、あるいは、技能実習のですねテストについてのそういった、まあ、普及などを、行っております。はい。で写真なんですが、少しだけ紹介させてください。私今着ていますのが、あの民族衣装のロンジーというもので、ですね、ミャンマーの女性、まだ若い方でもよく着られているものなんですが、あの日本の着物のような、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、あの重ねるようなものなんですが、すごくあの素敵でですね、私ももう20着ぐらい作りました。で、ミャンマーは観光地があの本当は多くてですね、ここはあのシェダゴンパゴダというヤンゴンの一番大きな黄金のお寺なんですけど、こういったところもですね、あのこういったクーデターがなければどんどん観光客の方、外国の観光客の方も来られるような素晴らしい場所がたくさんありますので、そういったところがですね、今あのなんて言うんでしょうか、行けなくなってしまったことに非常に憤りを感じております。はい。で、ですね、クーデターの時にですね、就業していた日本語学校の概要を少し、お話しさせていただきます。私が、昨年の2月にですね、までに勤めていたのは、特定技能の 人材をですね、育てるための無償教育を行っている、基本的に無償教育でした。あの授業料などは取らないという、スタンスの、日系の、日本語学校を持ってで勤めていました。で主にターゲットがですね、地方の貧しい若者ということで、行っておりました。で、日本に本社がありまして、ミャンマーの他にも東南アジアですね、カンボジアとかベトナムなどにも、学校があるような、ミャンマー校に勤めておりました。でミャンマーの中でもですね、ヤンゴンと、あともう一つ第二の都市ですね、二つ目に大きいマンダレーというですね、都市に校舎がありました。で、2019年ですから大体3年、設立から3年ぐらい今経っているところです。初めは特定技能の介護だけを、教えていたんですが、2021年クーデターがあった後だったんですが、特定技能の外食と、あと農業も、開始をいたしました。で先ほど、小西先生からお話がありましたが、あの割とそのミャンマーは少数というか、学校が、小規模なところが多いんですが、私が勤めていたのはですね、生徒数が1500人ぐらいいる、かなり大きい、ミャンマーでも大きい、学校に勤めておりまして、教師スタッフも約80名ぐらい、在籍しているような大きい、学校に勤めておりました。でこちら写真があの実際に現地の、ですね、学習者が、生徒たちが勉強しているところなんですが、あのまあ、なんて言うんでしょうか、学校というよりは本当にその、まあ、マンションというかアパートの一室を全部ちょっとあの人を、まあ、フロア借りてそれで勉強しているような、あの決して学習の環境としては良いところではなかったんですが、非常に生き生きとですね、勉強しているような学習者でした。はい。そしてそこでですね、どのように、その特定技能ですね、の、を目指している、学習者が、日本に来日するかということまでですね、クーデター前の、まず、カリキュラムといいますか、流れをちょっとご説明させていただきたいと思います。はい。まず、基本のカリキュラムがですね、バッチリ、週5日の1日8コマですね、もうびっちり日本語を勉強するような、システムになっています。で日本語教育の、まあ、N4、JLPT の N4 ですが、多分これあの皆様からはって思われてしまうぐらいとても早い 4.5 ヶ月で N4 合格を目指していました。そしてさらに技能教育ですね、特定技能の場合です と、その専門科目と言われている介護でしたら、介護の、テスト試験に合格しなければいけませんので、だいたいそれも、スピード教育と言われていましたが 1.5 ヶ月ぐらいで終わらせるというようなカリキュラムであります。
ました。で、2020年ですね、クーデターが起こる1年前なんですが、その頃にちょうどミャンマーがコロナが、流行り始めましたので、その頃からはほぼオンラインクラスでした。収束するとちょっと対面に戻ったりもしたんですが、またその感染が広がってオンラインなんていうことで、ほとんどオンラインクラスで、行っておりました。はい。で、その、カリキュラムが終わった後、試験を受験する、先ほどもお話しましたが、日本語でしたら、JLPT の N4 か、あとは JFT ベーシックというですね、特定技能のための、試験がありまして、日本語の合格と、あとは特定技能の試験を合格するということになっていました。で、その後、私たちのですね、私が勤めていた、学校の場合ですと面接を、していました。面接というのは、介護の場合でしたら、日本全国に介護施設がありますので、そことオンラインで、面接をして、それから内定をいただくというような流れになっていました。で、大体ですね、内定をいただいた後に、その来日の手続きですね、ビザなどの手続きに大体4ヶ月ぐらいかかると言われていましたので、その間待っている間に、待機中には来日教育、日本事情などを教えるようなことを、主に、計画というかですね、予定ではそうなっていたんですね。ですので、10ヶ月ほどで来日就業ができるということで、学習者生徒たちも非常にあと1年ぐらいで大体日本に行けるんだとすごく喜んではいたんですが、残念ながらですね、ミャンマーですと試験ですね、特定技能の試験などがなかなか開始されないということと、あとはコロナがやはり邪魔をしていまして、クーデター前でもですね、なかなかその、来日することが難しい。実際私の、学校でも、クーデター前に10名だけはギリギリで来日することができたんですが、それからはもうずっと、来日ができませんでしたので、長い、入学してから長い学生といいますか、生徒ですと大体3年ぐらい、待ってそれで来日していたというような状況でした。はい。で、そのような中で、ただでさえこう来日が遅れていたんですが、クーデターが実際に起きて、さらに、来日が遅れてしまいました。その、状況ですね、もう少しお話しさせていただきたいと思います。はい。まず、小西先生もお話しされていましたが、昨年の2月の1日ですね、クーデターが発生しました。で、私の場合ですと Wi-Fi はなんとか使えていたんですね。インターネットのモバイルといって、いわゆる、日本ですとドコモとか KDDI みたいな、ああいったものは使えなくなってしまっていて、 Wi-Fi と電話だけは使えていました。ですので、学校側もですね、やっぱり生徒が心配でしたので、電話で安否確認みたいなことはできたんですが、もちろんそのオンライン授業ができませんので、休校ということになりました。はい。で、その後ですね、2月3日ごろ、2日ぐらいちょっとあれですね、混乱していて、で、本社が日本にありましたので、もう授業をしなさいということで再開の命令が来ていたんですが、この時日本の方もまだ全然そのミャンマーの状況がわからなくて、それでもう授業を始めなさいということで指示が来ていたんですが、もちろんこの段階では授業が再開はできませんでした。はい。で、その後ですね、2月ですね、8日9日ぐらい、1週間ぐらい経つと、すごく大きなデモがですね、起きていて、主に若い方がやはりデモに参加したいということで、教師も、デモに参加したい、教師もかなり若い方が多かったので、教師もデモに参加するから、今日は欠勤しますということでお休みなさってましたし、もちろん生徒もですね、今勉強どころじゃないということで、デモに参加するということで、全然その学校に集まらない、オンラインでも授業ができないということで授業が行えませんでした。で、その後も2月中はですね、今度はデモに参加するだけではなくって、やはり国の一大事ですので、今仕事なんかしてる場合じゃない、今勉強なんかしてる場合じゃないということで、また教師とか生徒がボイコットというかですね、授業などに、なかなか出なくて、2月中はほとんど、実際は授業ができませんでした。はい。
で今度3月4月になると、インターネットがですね、だんだん、ますます遮断がひどくなりまして、今度は簡易的な Wi-Fi、 いわゆる日本ではあんまりないんですが、こうアダプターを挿すとすぐに Wi-Fi が使えるような Wi-Fi がミャンマーではあるんですが、そういった Wi-Fi も切られてしまって、まあ、実際工事をしてそのケーブルを通してしっかりとした Wi-Fi しか使えなくなってしまいましたので、そういったミャンマーはまだ Wi-Fi がですねあまりこう普及をしていなかったので、ほとんどの、生徒もそうですし、あとは教師もですねオンラインで授業がすることができなくてですね、まあ本当にそれでも、まあ、本社からは授業を進めるようにとは言われてましたので、縮小してもうかなり小規模で、授業を行っているような状況ではありました。はい。で、5月なんですが、インターネットが安定はしていないんですが、私の勤めていた学校もともとは介護だけだったんですが、新しいその外職ですね、そちらの方の、新入生を、入学をさせるということをしたんですが、実際は、まあ、もちろん教科書も配ることができないですし、あとはそのインターネットも安定しないので、なかなか順調にいかなかったのをよく覚えています。はい。で、オンライン授業を再開をしたんですが、このように順調に進まずですね、左の、こちらの方ですね、少々お待ちください。こちらですね、こちらの方は、授業に、生徒が参加はしてくれているんですが、インターネットが悪くてもう出たり入ったりもひどいですし、あと顔が全く見えないような状況で、もう私も授業をしながら一人で授業をしているような、すごくちょっと心細いというか、どんな状況で今してるのかなっていうのがすごく不安になりながら授業をした記憶があります。はい。あと右の方のこちらの写真なんですが、今度は参加はできてるんですけど、インターネットが悪い、生徒ばっかりだったので人数が少なくって、こういった時はもうカリキュラム進めることができませんので、歌の授業などをして、まあ、なんとかこう日本語に少しでも触れさせようという努力はしたんですが、なかなかカリキュラムが進まないで、非常に困ったというのがこの時のよく覚えていることです。はい。そして、続けてまた5月にちょっと大きなことがありまして、現金がですね ATM で出金できなくなってしまったんですね。お金が今度軍の方でコントロールされてしまって、銀行で、いつもですとスーパーマーケットの近くなのに ATM があるのですぐにお金を引き出すことができるんですけど、お金がですね ATM で出金できなくって、銀行だけで予約をしかもして、引き出さないといけないということで、私たちのお金大丈夫なのかしらということでちょっと混乱もあったんですが、教師もですねその銀行に行くために、欠勤お休みをするということで、また授業がですねなかなか成り立たないということもありました。はい。で次がですね6月ぐらいになると、だいたい4ヶ月ぐらい経った後、ほぼほぼインターネットも悪い中でも平常の授業ができるようにはなりつつあったんですが、今度は退学者が、そうですね生徒が続出しました。原因としてはやはり経済的にかなりそうですね悪化のクーデターの影響で悪化してしまいまして、なかなかもうその日食べるだけでも大変だっていうような学生もいましたし、あとはオンラインでやはり授業をしていたので、その通信費も払うことが難しいなんていう学生もいて、残念ですけどその授業についていけないということで、随分退学者が出てしまいました。はい。で、7月8月ですね、昨年の7月8月ぐらいがミャンマーはコロナウイルスがピークでした。で、こちらがまた蔓延してしまって、で、欠勤や欠席者が多くなって、ここでもなかなか授業ができない、大体だから半年ぐらいほとんど授業ができなかったということになります。で9月からはですね内定者が今度介護のですね、クーデターが起きる前にも、介護のですね、介護施設と面接をして内定をいただいていたんですが、いよいよ半年ぐらい経つと、今度日本側もそろそろミャンマー危ないんじゃないかということで、心配をしてきてですね、でその内定先の、介護施設とオンラインですね、オンラインで、交流会みたいな、少し今どういう状況ですかっていうことをですねお話ししたいという依頼が殺到しまして、でインターネットを使って、もちろんオンラインでその交流会を持つ機会も増えてきたんですが、そこでもインターネットが
悪くて生徒となかなかそのマッチングができないということで、そうなるとやっぱり日本側も心配になってきて、いやミャンマーの生徒はしばらく来日できないんじゃないかということでですね、内定キャンセルが非常に増えました。ですので最初に決まっていた優秀な生徒などが結局キャンセルになってしまって、すごくモチベーションがこの時期に下がってしまったということがありました。はい。で少し、まあ、この後、しばらく、まあ、安定というか少しなんとか、授業を進めつつですね、2022年今年ですね、本年の3月から、日本のですね外国人入国の制限が緩和をされまして、内定者の入国がやっとスタートしまして、3月でもですね私が勤めていた学校ではだいたい50人ぐらいドドドッと一気にですね入国ができまして、すごく、まあ、明るいニュースにはなりましたが、残念なんですが3月の下旬ぐらいからですね、だいたいクーデターが起きてから1年ぐらいに経って、今度は、生徒だけではなくって教師の退職が、増えてきました。そのあたりのお話を次のスライドで、ご説明したいと思います。はい。まあ、これは私がですね勤めていた学校の、お話なので、これが全てではないんですが、まあ、こういった傾向にあるということをですねご紹介したいと思います。日本語教育でですね、民間日本語学校にどんな、クーデターが影響を与えたかということなんですが、先ほどもお話しさせていただきました通り、インターネットの遮断によって、まあカリキュラムの進度が大幅に遅れてしまったということですね。あとは経済が悪化してしまって退学する生徒が非常に増えてしまいました。まあ、働くためですとか、あと通信費が払えないということで、退学する生徒が増えてしまいました。はい。あとはですね、生徒の中にはやはりデモですね、デモに参加してしまっていてですね、まあ、逮捕されてしまう生徒もいましたし、あとは PDF といってですね、まあ、結局、今の軍はですね、ミャンマーの軍は、国民を攻撃していますので、まあ、国民側というか市民側からもまたその軍の攻撃を防ぐためにですね、PDF という国民防衛軍というちょっと複雑なんですが、また国民の中でもさらにその、軍事練習などをして今のそのクーデターを起こした軍にですね反対しようというまた新しい軍ができているんですが、そこにですね入隊をするような若い人ですね生徒もいまして、残念ですが、私が教えていた生徒でも命を落とした、方もいました。はい。で、あとは教師もですね、まあ、いろいろな事情、例えばデモに参加したいとか、あとはそのインターネットが使えないとかっていうと、まあ、欠勤になりますので、そうすると減給になってしまって、で、お給料がなかなか上がらないんだけど、生活費が上がってしまって、その教師が、まあ、不満を持って辞めてしまうという退職のケースがありまして、あともう一つ、その退職をする原因の一つとしては、教師がですね、ミャンマーにですね、将来を見出せなくて、日本に就業したい、生徒だけではなくて、先生教師もですね日本に就職したい留学したいと言って、退職する方も増えてきてしまいました。だいたい、クーデターから1年くらい経ってですね、やはりもうなかなか状況が変わらないということで、それで、退職されてしまう方がいました。多かったです。はい。で、実際にその一緒に働いていたですね同僚の先生のお話を聞きました。クーデターの直後はですね、軍事政権に反対することがもう一番のそうですね目的になっていましたので、仕事どころではありませんでしたということをお話ししてくれました。そして、生徒もですねデモや PDF 先ほどのですね、軍のから守る軍に参加して勉強どころではとても なくなってしまっていましたということですね。そして、状況が変わらない中で、本社からも通常業務を行うようには言われていたんですが、経済が悪くてですね、生活も厳しくって、まあ、生徒がどん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 退学するのを見ていて、まあ、教える側ですね、教師の方もモチベーションが下がってしまったということでした。
そしてクーデターから1年経った頃に、まあ、教師もですね、なかなかミャンマーの大体平均年齢がそうですね、私が教えてたところですと25歳ぐらい、平均年齢25歳ぐらいの若い先生が多かったので、やはりまあミャンマー将来ですね、自分たちが仕事をしていてもなかなか良くならないということで、日本に就職や留学をする仲間を見て、この先生まだ今はミャンマーで教えてはいるんですけど、将来は近い将来は日本で就職したいと考えていると話してくれました。はい。で、次はですね、教えていた教え子ですね、生徒のお話も聞きまして、でクーデターの前からですね、もうすでにコロナウイルスなどで勉強が遅れてしまったんですが、やはりクーデター後はもっともっと授業に集中ができなくって、経済的にもこの子の場合ですと、なんとか仕事をしながら勉強もこう並行して、できていたので、学校を辞めずには済んだんですが、まあ、なかなか勉強に集中ができないので日本語能力が落ちてしまったという自覚があったそうです。はい。あとはこの子の場合です。もクーデターからですね、内定が決まっていたんですが、まあ、内定が取り消しになってしまって、とっても、まあ、落ち込んでしまったということでした。で次のですね、面接もなかなか決まらなかったんですね。やはりちょっとミャンマーが不安定だったので、日本からもなかなかその面接のオーダーが来なくて、まあ、学校に対しても本当に私たち日本に行けるのかな、大丈夫なのかなということで、ちょっと文句を言ってしまったこともあったそうです。はい。で、まあ、日本語能力にも自信がなくなって退学を考えたこともありましたということでした。ただこの子の場合ですとね、幸い、内定が決まって今日本で働いています。で今は日本で介護の仕事をしているんですけど、まあ、家族にもですね、毎月毎月仕送りができているので精神的にもとても安定していますと言っていました。で家族の顔を見たいので帰国はしたいんだけど、やっぱりミャンマーには今仕事がないので、できるだけ日本で働きたいと教えてくれました。はい。そして最後ですね、クーデターの後にですね、今までは民間の私が勤めていた学校だったんですが、ちょっと、特徴があるなって思った、特徴というかすごく私が、まあ、興味深いというかですね、感じたことが、国立の外国語大学ですね、先ほど小西先生もご紹介してくださったんですが、ミャンマーにはですね、国立の外国語大学、外国語大学が国立しかないんですね。2つしかなくって、ヤンゴン外国語大学とマンダレーヤンゴ外国語大学という2つしかありません。ですので、外国語をですね、 大学で学びたい、高等教育で学びたいということになると必然的に国立になります。そして国立ということは政府が変わると、もちろん、今の場合ですと軍の支配下にあるということになりますので、そこで非常にですね、民間とは違う悩みがあったので、ちょっとご紹介したいと思います。はい。国立大学ですね、やはり軍の今は支配下になっていますので、政府に反抗して、で多くの学生がですね、授業に出席しないということです。今も実際にですね、出席をほとんどしていません、学生が、授業をボイコットしているような状況です。授業は始まってはいるんですが、学生が出ていません。そして、ですね、この時ですね、学生が大学に復学しました。クーデターが起きたのが昨年のですね、2月だったんですが、7月にですね、4年生だけ、復学というか授業を始めましょうということで、4年生だけ、授業を再開するということだったんですが、学生もですね、戻ったらいいのか、それともやっぱり反対した方がいいのかということで、非常に困ってというかですね、悩んでいてですね、で、だいたい4年生が1クラス90人ぐらいいたそうなんですが、最初は4人しか戻ってこなかったそうです。で最終的には12人まで戻ってきたそうなんですが、12人戻ってくるのも一斉にではなくてバラバラにこう復学をしますので、その都度先生がちょっとキャッチアップをしなくてはいけないということで、すごく苦労、教えるにも苦労したということを教えてくださいました。あと学生がですね、教師に対してもう態度が豹変してしまったというお話も聞きました。ミャンマーではですね、まあ、教師というとすごくそう尊敬される、まあ、仏教の教えでですね、先生というのはすごくこう、まあ、尊敬されて崇められるような存在なんですが、この時はですね、やはり軍の下の大学ということになってしまいましたので、もう豹変してしまって、 Facebook で
ですごくこう、なんて言うんでしょうか、まあ、汚い言葉を投げられたりとかですね、そういったことをして、まあ、先生方が傷ついたりとか、もう戻りたくない、やはりもう大学で教えたくないなんておっしゃる先生もいらっしゃるぐらいでした。はい。で、教師側もですね、政府に反対をするために CDM といってその市民的不服従運動と日本語では言うそうなんですが、まあ、つまり、やはり軍ですね、政府に服従しないということで、結局ここで今復職をすると軍の下で働くことになりますので、多くの先生が退職を、軍に従わないということで決意されました。ヤンゴンの、外国語大学ですと22名中の9名が退職されて、マンダレーの方ですと、13名いらっしゃったんですが全員退職されて今まで復職されていないような状況です。はい。であとは、まあ、戻られた先生なんですが、大学に戻られた先生も結局その、戻ったはいいんですが、そのやっぱり気持ちとしては本当は軍には反対したいと思っていて、でも仕方なく戻った先生と、あとは中にはそのご家族がやはり軍の関係者の方もいらっしゃって、そこでですね、すごくそのまあ立場的ですとか、あとは心理的な分断ですね、すごくその最初はその本当は戻りたくないけど戻った先生と軍を支持する先生の、まあ、表面的には見えないんですが、そこですごくこう人間関係がギクシャクしてしまったなんていうお話も教えてくださいました。はい。あとは、政府がですね、まあ、教育省、ミャンマーですと教育省になるんですが、教育省も、政府ですので軍の下に管轄になりますので、すごく今ですとその教育省のですね方針がコロ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 変わるそうです。例えば、まあ、前期と後期のタイミングです、始まる時期とかですね、本来ですと前期がですね12月にミャンマーでは始まるんですけど、今期ですと11月から始めますよと急にそのように変えられてしまって、先生方がその準備が全くできていないとかですね、急にそういった方針が変わってしまうので、非常にそのやりにくい、混乱をしてしまうっていうことはお話ししてくださいました。はい。で、国立大学の准教授からもお話を伺いました。軍事政権の下に、で勤めることになりますので、大学に復職するかすごく悩まれたそうなんですが、やはりご自分の生活もありますし、あとこの状況がいつ終わるかわからない学生のことを考えると復職を決意されたということでした。で、学生もですね、今まではずっと反抗していてですね、まあ、復学はしなかったんですが、まあ、これからはやはり自分の将来のことも考えると大学に戻る、あるいはまあ入学、新しくですね入学する学生も増えると思うということをお話ししてくれました。はい。あと先ほどもお話ししましたが、大学に復帰した直後はですね、まあ、軍関係の教師もいらっしゃいますので、その関係がすごく気になったんですが、今は、まあ、今クーデター前のような人間関係には改善はしましたと教えてくれました。ただその一方で CDM といって、まあ、軍に反対して辞めてしまった、退職した先生方とはほとんど交流がないっていうこともお話ししてくださいました。で、今お辞めになった先生も実は大学では働いてはいないんですが、日本語の、まあ、教えた民間で教えたりとか、あるいはご自分で塾を開いたりとかですね、そういったことで日本語関係のお仕事はされている方は多いです。はい。あとはですね、まあ、私たち小西先生、私たちのようなですね、今国際交流基金から残念ですけど専門家が、派遣、現地派遣がストップしてしまってるんですね。で、これもすごくやはりその現場にですね日本人の専門家の方がいないと困りますということはおっしゃっていました。ぜひ、まあ、政治と教育というものは別物として考えて、それでまた戻ってきていただきたいということも、お話ししてくださいました。はい。
はい。で、まあ、これもですね、私のちょっと肌感覚というかですね、統計を取ったわけではないので、はっきりとは言えないんですが、ただ、まあ、ミャンマークーデターの後ですね、ミャンマーの方がですね、日本語を勉強する学習する目的と、学習者層のですね、変化がちょっと起きたんではないかなということで、ご紹介したいと思います。で、クーデターの前ですと、学習目的、日本語を学習する目的としては、就職、がもちろんあったんですが、まあ、日本でもちろん就職したいという方もいますし、あと先ほど、小西先生もお話ししてくださいましたが、かなり日系企業がですね、ミャンマーに進出はしていましたので、日本語が勉強できれば、その日系、ミャンマー国内の日系企業に勤めることができるということで日本語を勉強している方もいました。あとは観光もやはり盛んになっていましたので、通訳とかツアーコンダクターで仕事をしている方も日本語を勉強する一つの目的だったと思います、はい、あとは他にも留学とか、まあ、趣味アニメとか、漫画が好きで勉強していますなんていう方もいました、はい、で学習者の層なんですが、まあ、主にですね、私が感じていたのは中級とか低所得層の方、まあ、やはり日本家族を支えるために、家庭のですね、経済を安定させるために日本に行ってで仕事をしたいっていうような方が多かったように思います、そして中等教育ですね、まあ、大体高卒、高校卒業ぐらいですね。私が勤めていたところでも、大学卒業生という方はほとんどいなくて、大体高校卒業の方が入学をしていました。で、日本での就業期間なんですが、短期的な就業、これも、まあ、私が勤めていた学校を例にしますと、特定技能は5年間日本で、就業ができますので、まあ、5年間就業してある程度のですね、まあ、貯金などができたらミャンマーに戻ってきて、それで家族と一緒に、生活をしたい、またミャンマーで勤めたい、仕事をしたいと言ってくれていたんですが、クーデター後ですと、まあ、学習の目的としてはもう日本に就職したいという、まあ、ほぼほぼ一本になっているのではないかなということは感じました。で、もう先ほどもお話ししましたが、やはりミャンマーの将来にですね、希望が持てなくて、海外、特にまあ日本はすごく人気なんですが、就業を希望する若者が増えてきました。で、学習者の層としても、国内でもう、やはりですね、就職が見込めませんので、ある程度所得がある方でも、まあ、日本で、ミャンマーでは働けないので、海外に行きたい、日本に行きたいと言っている層が多く見受けられます。あとはまあ大学にも今通っていない、大学就業者がいます。ほとんど、大学に、戻っていませんので、大学をまあ途中で、まあ中退というかですね、という形になりますが、それで日本語を勉強して、そしてまた日本で働きたいという方も多くなりました、そうですね。で、長期的な、日本では長期的にぜひ働きたい、どうしてかというと、やはりミャンマーに戻っても将来がない、希望がないから、できるだけ日本で働きたいという、少しこういった変化が生まれてきているのではないかなと私は感じました、はい、実際に私が、ですね、バスなどに乗った時もですね、日本語を勉強している人が明らかに増えたなというのは感じました。バスでもですね、こう教科書を持ったりとか、ちょっとこう漢字を勉強したりとかですね、している方がやっぱりクーデター前よりは明らかに増えてきたなっていうのは印象があります、はい、で、これも本当に何というんでしょうか、 例というかですね、なんですが、まあ、特定技能1号ですねの方がですね、どれぐらい今日本にいるかということなんですが、まあ、だいたいそうですね、すみません、これが、2021年の3月ですので、クーデターが起きた直後ぐらいなんですが、まあ、明らかにこう右肩上がりですね、上がっています、まあ、これも本当に一つの例なんですが、今後もですね、ミャンマーの、若い方たち、学習者がどんどん日本でですね、働くためにこのように、日本語を勉強していくんではないかな、日本語の学習者も増えるんではないかなと予想しています、はい。で、こちらはですね、パスポートを申請するために今ですね、多くの若い人たちがですね、待っています。ですね、だいたい
今ですとパスポート4ヶ月ぐらいかかるそうです。で、お金はですね、だいたい3万チャットと言われていて、申請をするのに3万チャットというと日本円ですと2000円ぐらいで申請ができるんですが、ただ待ってるだけだと4ヶ月ぐらいかかってしまうということで、今ですね、倍の40万チャットぐらいを、まあ、賄賂ですね、賄賂で渡して、そうすると、まあ、だいたい2週間ぐらいで、もうすごく早くですね、パスポートを作ってくれるということで、それでもう連日ですね、若い多くの方が、このようにパスポートを申請するために行列を作っています。はい。で最後にですが、クーデターの下でですね、元で、私がですね、日本語教育の現場に行って感じたこと、少しだけお話しさせていただきたいと思います。教育現場でですね、まあ、無力さと希望という同時にですね、2つのことを感じました。で無力さというのはですね、まあ、やはり2月1日、昨年の2月1日以降、非常に、まあ、今までの日常生活が一転してしまいました。で、私のもちろん生活もですが、皆さん、ミャンマーの方の生活が一転してしまって、まあ、今までのこう培ってきたですね、人間関係だとかそういったこともいろいろと変わってしまったりとかして、すごくその悲しい思いをしたこともあります。実際にその悲しい、そのあれですね、亡くなられた、生徒さんもいましたので、本当に残念だなって思いましたし、あとは、まあ、クーデターの直後はですね、日本語を学ぶということよりも、とにかく生活を守ることということで、多くのその退学者ですね、私が経済的にこう何か支えてあげることなどはできませんので、その退学する学生、生徒など見ていても、ただただ、まあ、私は無力だな、教育って無力だなって思ったことがありました。はい。なんですが、それと一方でですね、まあ、希望ということで、やはりその今ですね、日本語をですね、今ミャンマーの方が勉強するっていうことは、ただ語学を勉強することではなくって、もう人生をかけた一大チャレンジなんですね。本当にもう日本語を勉強して、日本に行けるか行けないかで、自分の人生、家族の経済などが大きく変わってきますので、そういう点ではその日本語を勉強する、日本語を教えるということがですね、そのミャンマーの方にとっての希望になってくるということで、まあ、私は短期間でこの教育の、まあ、何と言うんでしょうか、無力さですね、何も私も力がないなって思ったことと、まあ、やっぱりその人の人生までですね、大きく変えられるものなんだなっていう希望を同時に、まあ、この1年半ぐらいで体験をしました。そして今ですね、これからも、小西先生もお話ししてくださいましたが、JLPT や、あとは、特定技能の試験も、再開しましたので、まあ、そういった方たちにですね、少しでも、こう希望を与えられるような、日本語にですね、望みを持っている方に与えられるような活動をこれからもしていきたいということで、まあ、日々、日本にいながら模索をしているような状況です。はい。そうですね、すごく、まあ、ミャンマー今大変な状況なんですが、それでも、まあ、右のこの写真のようにですね、笑顔で頑張っている学習者たくさんいます。本当に自分の人生をかけて一生懸命頑張っていますので、私も、ミャンマーのこれからですね、日本語教育に携わって続けていきますし、皆様からもですね、ぜひ日本語教育を通じてミャンマーの状況に関心をいただけましたら非常に嬉しく思います。はい、では私からすみません、ちょっと時間オーバーかなりしてしまいましたが、これでお話終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すみません、時間オーバーしてしまいました、申し訳ございません。とても熱い思いが伝わってくるご発表だったかと思います。改めてお礼申し上げます。それでですね、すいません、ちょっと私の方の、手配がうまくいきませんで、資料の方ですね、小西先生、それから横山先生、お二人のものをちょっと配布するのを忘れておりまして、申し訳ありません、遅ればせながら送りさせていただきますので、皆さんよろしくご参照願います。それではですね、ちょっと質疑応答というところなのですが、いろいろいただいたところですね、ちょっと伺っていきます。まず吉海さんからは
これはご報告のような形ですね、質問というよりかですね、長らく吉川さんは日本語学習者のオンライン上のコミュニティを作ってらっしゃいまして、そこでFacebook 上でですね、来ているミャンマーの方がいたんですが、この人たちが半年で5600人が5100人に激減しているということですね、おそらくミャンマーの政情が影響しているんじゃないかと思っていますということでした。現在ついに台湾からの参加者の方がミャンマーより多くなりました。これの方がびっくりですね。ミャンマーの方が台湾より多かったっていうことの方がちょっと私はびっくりしたんですが、そうなりましたということです。はい。これはなんていうでしょう。情報のご紹介というふうに。いうか理解してよろしいかと思いますので、よろしくお願いします。次にですね、福田さんからちょっと待ってください。はい。最近までクーデター下のミャンマーにいらっしゃったということですが、同じく日本人日本語教師で残っていらっしゃった方や情報交換ができる日本語教師の仲間は何人かいらっしゃったんでしょうかということですが、こちらは横山さんいかがでしょう。はい、そうですね、私はですね、お聞きしている限りでは残っていた方いらっしゃったんですが、やはりほとんど多くの方は、まあ、ミャンマー危ないということで引き上げられていらっしゃったようです。私がちょっとあんまり日本人のコミュニティにそんなにいなくて、現地の方とですね、いるのであれなんですが、情報交換できる方も残念ですけど、私個人的にはいなかったんですが、ただ他の民間の学校の先生は中にはその情報のやり取りはされていたそうですね。私はもう本当にミャンマーの皆さんに助けられたというか、本当にいつもですね、いろいろなこと助けていただけたので、情報交換はできなかったですけど、ミャンマーの先生方からいろいろと、はい、お話は伺っていました、うん、情報交換をしていました。はい、わかりました。やはり、特殊な事情ですので、はい、なかなか情報交換というのはですね、同国人同士もなかなか難しかったのかもしれないですね。はい、はいはいはい、ありがとうございます。すいません。それでは、次にですね、山岡さんからのご質問です。下世話な話で恐縮なのですが、お勤めの学校は無償教育ということですが、収入はどこから得ていたのでしょうかと。特定技能ということで送り出した日本の企業からでしょうかというご質問です。はい、そうですね。はい、おっしゃる通りです。実はですね、全く無償ではなくて、例えば飛行機代とかそういったことはもちろん最終的には学生が出すことにはなっているんですが、一応その授業の間ですね、カリキュラムをしている間は、無償教育、授業料一切取らないということでした。でどこから収入源と言いますと、やはり特定技能のその、介護でしたら介護の施設からですね、いただいていたようです。なので最初送り出すまでは全くもう赤字ゼロでやっていらっしゃったので、やっていましたので、すごく、何度かですね、経営危機というか危ないっていうことだったみたいですが、なんとか、はい、今は続けていられるような状況のようです。はい。はい、ありがとうございました。それから、次にですね、相原さんからのご質問で、どうして、これはクーデター後の、状況だと思うんですが、どうして本社は通常業務を行うことができると考えていたんでしょうかということですね。私もこれはすごく、はい、本社の方にはですね、何度も今できる状態じゃないっていうことは言っていたんですが、とにかくやはりその、送り出したいという本社のその思いと、その現地のですね、ここでかなり私もバトルをしました。なんですが、もうできることからどんどんやってほしいということで、もう人数少なくてもどんどんオンラインでやってくださいと言われて、一時期その Wi-Fi のスポットを作ってそこに生徒を呼ぼうなんていう話もあったんですが、残念ですけど流れてしまいました。それぐらいでもやっぱり日本からすると、その日本の、私が勤めていた企業はやはりもちろん現地の方の大変さもあるんだけど、どんどんその、進めていき、自分たちの授業も進めていきたいという、そこがなかなかこうなんて言うんでしょうか、現地側とその日本側のですね、思いがなかなかこう交わらなくて、私も何度も何度も本社の方とは、戦った記憶があります。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、
すみません、じゃあちょっと先に、同じく相原さんからですが、学生が授業に出席しないということが政府に反抗するという点で、学生にとって危険になるということはないのでしょうか、ということですが。そうですね、学生の方はただ、やはりその何でしょうか、表立ってそのあれですよね、デモに参加したりとか、フェイスブックに書き込んだりとかすると、目をつけられてその逮捕されてしまうということがあったんですが、あまりにもその出ない学生、あのヤンゴンの外国語大学だけではなくって、もう全部その、ミャンマーは基本的に大学が国立しかないので、もうそこの多くの学生がですね、出ないということなので、なんて言うんでしょう、もう軍の方も、対応しきれないということで、特別そのなんて言うんでしょうか、学生の方は問題がないというか、そこまでタッチが軍の方もできなかったみたいですが、うん、ただその教師の方はですね、やっぱり CDM というものをしていて、うん、その先ほども小西先生からお話ありましたが、大きなやっぱり活動というかすると軍に反対をすると、あのように逮捕状が出てしまったりとか、教師の方はちょっとですね、やはり危険な目に遭われた方も中にはいたそうです、うん、はいはい、はい、どうもありがとうございます。はい、すいません、ちょっとご質問もいろいろあろうかと存じますが、また今後ですね、こちらに入れていただいた分につきましては、講師の方にご伝達いたしますので、すみません、ここまでというふうに書きましたけれども、もしよろしかったらどうぞお書きください。申し訳ありません、時間の許す限りですね、お話をさせていただきます。それでは次にですね、福田さんの、自国の将来に見切りをつけて他国に脱出しようという雰囲気が高まっているようですが、日本の他にはどこの国が多いのでしょうか。アジア圏でしょうか、英語圏でしょうか、ということですが、はい、小西先生、こちらはご存知でいらっしゃいますか。いやー、ごめんなさい、私もわかりません、これは。そうですね、私が知ってる限りなんですが、はい、韓国も割と人気があるということで、かなりその韓国語のブームもなっているようなんですけど、やはり日本がとにかくその今人手不足 でしかもあとミャンマーの方がですね、すごくその仏教国でこう年上の方を敬うという習慣があって、介護にとても向いているみたいなんですね。で、介護がやっぱりその、まあ、特定技能でも一番の、まあ、目玉というかになっているようなので、そこでやっぱりミャンマーの方もこうマッチして、特定技能では介護でですね、すごくそのまあ、出る日本に、就業する方が多いようですね。私がお聞きしていたのは、やっぱり日本、韓国、お隣のタイとかはあんまりないみたいですね。タイとか、インドとか中国とかもあまり聞きませんので、主に人気なのは日本、韓国が多いようです、うん、はいはい、ありがとうございました。はい、まあ、ちょっとですね、全体的な傾向というのは、また逃げていく先というのは、なかなか統計的には追いかけるのはちょっと難しいかと思います。まあ、ちょっと限界のあるところというふうにご理解いただければと思います。それでは次ですね、近藤さんと持田さんからですね、こちらほぼ同じことなんですが、留学斡旋などで詐欺事件が多数発生していると聞いていますが、うん、いかがでしょうかと、そちらの方のことで、聞いていらっしゃることがあったらお願いいたします。そうですね、こちらも両方ブローカーというか、やはりそのミャンマー側もありますし、あと日本の方もあるみたいなので、私もちょっとはっきりは分からないんですが、やはりそのミャンマー側でもそのエージェントなどでやっぱりそのお金を払ったけど、結局そのエージェントがその悪質でその消えてしまったとか逃げてしまったなんていうお話は聞いたことがありますので、うん、ミャンマーでもそういったことはあるようですが、ただかなりですね、ミャンマーの場合ですと、やはりそのフェイスブックとかですね、横のそういったところで情報を得ることができるので、ここやっぱり悪質だよとかっていう書き込みとかがあると、やっぱりそこはもう全然使わないとかですね、そういったことで情報を得るツールはあることはあるようなので、そんなに大きな、なんて言うんでしょうか、詐欺
事件みたいなのは聞いたことはないですが、多分今はほとんどないと思います。最初のそれこそ特定技能が始まった頃とかはですね、そういった事件があったかもしれないんですが、あまりそういったことをですね、私自身は聞いたことがありませんでした。はい、はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっと系統が、それではちょっと先に相原さんの JF 専門家派遣が止まっているとのことですが、生活日本語コーディネーターの方は派遣が続くのでしょうかということですが、これは聞かないと分かんない。そうですね、続いてくれることを祈るんですが、うん、そうですね、私もそうですね、ただやはりその残念だけど、いつミャンマーに現地に戻れるかは残念ですけど分かりませんということでお聞きしているので、私もミャンマーに戻ってくるのはちょっと苦渋の選択ではあったんですが、うん、とにかくミャンマーが民主化することをですね、望んで一日も早く戻れることを祈っています。はい、うん、はい、ありがとうございました。はい、その他にはやはりは Facebook とか、オンライン関係のところで、西野さんから、ミャンマーからミャンマー人が出ることができるのでしょうかというご質問ですが、これはできるんですよね。そうですね、そうですね、今のところはそこに制限がかかっていないそうなんですが、ただ今後国外で働く場合はちょっとそれも私もはっきりすみません、情報としてあれなんですが、まあ、国軍、やっぱり軍にですね、海外で働いた後にそのお金をこうまた国にお金を入れるようにっていう契約書を今結ぶようにまた計画はされてるみたいなので、ちょっとそこが心配を増しているところですね。そうですね、はい、はい、でフェイスブックで、クーデター直後はフェイスブックの発言もチェックされるとのことで、どんどん友達が減っていますという、うん、そうですね、これは、まあ、事実のことなんですね。はい、それから、村上さんから、はい、ミャンマーの日本語学習者の巨大グループ会員22万、こんなのがあるんですね。はい、ここを通して、支援することは可能でしょうか。これは村上さんからの質問なんですね。はい、さあいかがでしょう。これは僕分からない。ミャンマー日本語の会というのがあるそうですが、小西先生いかがですか。ごめんなさい、私もこの会自体よく存じ上げないんですが、あれですかね、弁論大会やるところですか、村上さん。違うかな、毎年弁論大会やってるなんかグループありますね。いやもうね、多分ちょっと吉川さんなんかご存知って書いてあるので、ちょっとお話ししてくださっていいですか。はい、じゃあ吉川さんお願いします。とにかくミャンマーって先ほど JF の数字で学習者数がありましたけど、このだからFacebook のこのチョウ・ミン・ウーさんっていう方がやってる、もうだいぶ歴史が長いやつだけ見てもですね、22万人ぐらい実際の学習者がいて、で僕のグループのなんかこうクイズとかをですね転載してくれたりするので非常に仲いいんですね。で確かにここ極めて影響力の大きい、おそらく先ほど先生方がおっしゃったいろんなその裏の情報じゃありませんけど、ここ評判がいいだの悪いだのって話も含めて、ここかなり情報力強いかなと思ってます。まあちょ Facebook 上なんで、先ほどの話もありましたけど、いろいろねこう外から監視されている可能性もあって、いろいろ動きやりにくいかもしれませんけど、やっぱりこういうところを使ってでもですね、なんか支援する方法があるといいなとは思いました。村上さんと全く意見同じです。はい、ありがとうございました。それはとりあえずお時間にもなりましたし、それから書かれた、ご質問等についてはお答えできたかと思います。皆さん本当にどうもありがとうございました。最後になりますが、それでは皆さん講師のお二人に、改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、それでですね、改めてなんですけれども、皆様には、今回ご参加いただいた皆様、チャットボックスにですね、アンケートのお願いをしております。どうぞアンケートの方のですね、ご回答をよろしくお願いいたします。再度ですね、ちょっと今、コピーをして、
送りたいと思いますので、よろしくご協力方 お願いいたします。早くないですけどね、すいません、それでは皆さん、以上でございます、また日本語海外日本語教育学会の例会またですね、次回ございますので、その際にはまた皆様に お声掛けいたします、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。はい、この場で大丈夫ですかね、これで終わりにしてしまって、はい、それでは皆さん本当にどうもありがとうございました。それではまたお会いするのを楽しみにしております。皆さんどうもありがとうございます。失礼いたします。じゃあどうもありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なかなか本当に熱いお話をしていただきまして、本当にどうもありがとうございました。それではまたどうぞよろしくお願いします。はい、後から、そうですね、ご謝金の方のあれについてはまたご案内いたします。どうも。